こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。じゃがじゃがじゃがじゃん。これ気になったお色でメイクしてみたいと思います。はい、ちょっと気になったお色ですね、こちらです。シルバーでございます。ちょっと上品な感じのメイクをしたかったので、シルバーと私はブラウンを使ってメイクをしたいと思います。はい、まずはシルバー、アイホール全体に塗っていきたいと思います。手で塗っていくので、トン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 ってこういう感じで、今みたいな感じでやっていくと塗りやすいです。あ、意外とさ、まぶたに塗ったら結構発色します。発色というかツヤがすごい可愛い。今ちょっとこちらのまぶたに塗ったんですが、わかりますか？かなりツヤがすごい感じですよね。なんか本当にシルバーなんですけど、肌に馴染む感じがします。まぶたに塗るとまたちょっと違うのかな。ラメ感もすごく細かいラメなので、なんかこう浮いたりとかもせずに、あの、馴染みやすいかもしれないです。今こっちに塗ってるのですが、こんな感じです。はい、じゃあ反対も塗っていきたいと思います。意外と良きだな。こうなんか塗り心地もスルスルスルっていう感じで、あの、塗れるのですごい塗りやすいです。本当にこのシルバーはもうアイシャドウベースとして使うのがすごくいいと思います。こんな今両目塗ってみたんですけども、こんな感じでございます。ほんとさ、程よい感じのさ、パール感が入ってるからツヤが結構すごい。ほらね、こう横向くとわかるかな。ほら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 、へー、これは100均クオリティはすごいかもしれないですね。なんかシルバーといってもそんなにギンギンなシルバーではないので、なんかちょっとゴールドマッチ、ゴールド寄りのシルバーって感じなので、すごく肌馴染みはいいです。はい、こちらです。ブラウンを塗っていきたいと思います。これはね、二重幅に塗っていきます。これは指で今やってるみたいにトン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 って乗せていくと発色していきます。え、今塗ってるんだけどすごく良くないですか？なんか良き感じかも。はい、今ブラウン両面に塗っていきました。こんな感じです。これいいよ。でもちょっと一つ難関があるかと思うんですけど、これ結構塗った感じ本当にスーっていう感じで伸びるんですが、持ちがどうなのかなっていう感じはしますね、すごく。こっちのホワイトの方でハイライト代わりとしても多分塗れると思うので、いつもこの入れてるところに、ここにも入れていきます。鼻にも入れようと。やっぱりハイライト代わりとしても入れられますね。はい、じゃあこんな感じで今こちらに塗っていきました。はい、では今つけまつげをつけてみて、涙袋にも入れていきたいと思います。また先ほどのこのシルバーを使います。下、涙袋に入れた感じこんな感じです。クリームシャドウなのですごく良き良き感じです。はい、では私は考えました。こちらピンク、黒目の下に塗っていきたいと思います。そういう時は綿棒で塗りたいと思います。これをね、黒目の下に塗ってあげるの。これも塗ってあげる時はトン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 って感じで塗ってあげると月が良いです。はい、ではピンクを下の黒目の下だけに塗っていきました。こんな感じになります。黒目の下にあのピンクとか、まあカラーを入れてあげると、ひとえさんとか、まあぼったくならずにお色を楽しめるっていう効果が、効果というか、まあそういうのがあるので、私はいつも色を入れるときは黒目の下に入れることが多いです。はい、黒目の下に入れてあげる、ピンク入れてあげたらすごい可愛かった。本当の薄ピンクっていう感じのピンクなので、すごく使いやすいかなって思います。ポイントに入れてあげてもすごい可愛いですし、多分サーって塗ってあげても本当に可愛い系女子になれるかもしれない。はい、メイクした感じこんな感じです。はい、すごいですね、100均。本当に発色もいいし、つけ心地もいいし、これ100均って感じじゃないですか。すごいです。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。